があったんですよ。でこの安堵感は何だろうかと思いましたらね、いわゆるあのイタリアに限って言わせてもらえれば博多に近いんですね、うん、言葉もねイタリア語と博多弁とよく似てますそうかね、その親切とね似てますよ、似てますよ、不思議と耳に馴染むんですよ、馴染むんです、安心するのね、なんかポッと、ね、やってあげたらグラッチェってそうだからあのフランスではどうして居心地悪いかってあれね、東北弁に大体スイスはまるで信州の山奥を走ってるみたいでしたね。だからほら博多弁って言うと「どういしょてお前元気や、うわー、久しぶりに酒飲めないか」ってでしょ、誰かんたまのとんたらこうやってくれちぇかなんか言うのと言ってるでしょ、でフランス語はほら「なんか教えるんですよバカスイッシュ、何してんだおめえ」私なんか自慢じゃないですけどね、あの源氏の落ち武者だって言われたんですよね、母親からは、うちの婆さんは平家の落ち武者って言ってるなんかそう家系みたいなあるよみんな、まあ、しきりに言いません、あれ言う、なんでうちはなんとかって必ず言うね、必ず言うでしょ、先生おかしいね、僕のとこもなんか落ち武者なんだよ、だいたいあまり成功したのいないのね、いないんです、ないんですよ、みんな落ち武者伝説ばっか、この顔見せたらさらし首って感じじゃないんですよ、胸の志半ばで挫折し胸の表情でいやそれでもね親戚ったらうまいこと言うのね、俺のとこあの家紋が四つ菱なんですよ、なんてことはございませんがね、どっから百姓が盗んだんでしょうけど、そういう家紋を、家紋が四つ菱でね、甲州武田の流れを組むってわけですよ、いろいろ言うやつがいる、いやすごいんです、だから、で徹也はね、いわゆる甲州武士の一番いいところをね取ったってわけです、騎馬武者だから、短い足はね馬上でね、馬の胴をしっかり押さえるため、長い胴はねこれが弓矢が取りやすいでしょ、胴が長いから、これが郷ひろみみたいな、ああいう格好をして余っちゃうでしょ、弓入れるあの筒が、ここで僕は長いで、兜をかぶっても隠れない大きな顔ねえ、これがね、いわゆる武田武士団のね、兜は確かにちっちゃな顔かぶるとみっともないもんね、そうでしょ、だからお前はそのいわゆる武田家の一番いい顔をして生まれたんだと、そう言われてその気にすぐなるのも九州人の特徴なの、タモリさんだって言ってたじゃないですか、自分で言ってくださいよ、ほら俺もすぐその気になるあるでしょうが、そんな人のこと偉そうにタモリさんとか何ですか、代々代々森武ってわけね、森武なんです、家族伝説があるんですよ、これがね、またじいさんとばあさんで言うことがまちまちで親戚の言うことがまちまちなで、親戚一同の口裏合わせたの言うのは小賀家の方、うちの親父の方、これはあのあれなの、あの平家の落ち武者、柳川のちょっと先のに六騎ってとこがあって、でここに落ち武者が馬で六騎だから地名がついたっつんだけど、じいさん本当かなと一応おじんとこなんかこうおじがまあ長男で、兜とかなんかこうあるんだよね、でそういうんだ平家の落ち武者落ち武者って言われて、でこの森田家の方はね、これまたじいさんもいい加減な人でね、もう死ぬときはボケてそれちゃんと聞いとこうと思って何も喋ってわからない人だったのに、黒田藩の家老が妾に産ました子供というのを小さいと聞いたの、で中学になってそうかって聞いたら、いやうちは黒田藩の御殿医だったって説があるで親戚で言うと百姓を中心にですねよくわからんね、なんかさ普通ほら簡単に九州男児って言うじゃない、九州男児って言うとこうなんていうかな、あんまり脳みそにはしわ寄ってなくて、そんかり豪快でさ、酒強くて感情表現激しくてさ、今でもそう言いますからね、言うよね、まあ、あと九州男児酒強いでしょとか、やっぱり女を軽蔑しますかとか、いまだに言いますからね、だからそれを言葉を聞いて福岡あたりの人間だとピンとこないじゃないですか、僕なんかまたその山の中だからね、全然そんな男性的な気風なんてのはあまりないしね、ないですね、芸能人でわかるでしょ、そうです、わかります、ね、博多のやつと、それから北九州グループと、それから筑豊グループと筑後グループ、あとその他もののもね、宮古軍とかそうでもこれね、具体的な名前挙げると面白いんですよ、例えば一応市内はね、小松政夫さん、からタモリさんね、で市内外れですな、今市内になりましたけど、昔はまだあの郡部だったんです、周辺部ですね、東京でいうとなんか荒川あの近辺じゃないですかね、それが僕の生まれたところですね、武田鉄矢、それから山一つ越えたその筑豊中央には高倉県、で北九州つまりあのいうところの小倉と博多の違いは
小柳ルミ子と中尾美恵。そうだね、うんうん、そうそう、あれ違うね、うん、これで電車で30分行くと今度松田聖子、松田聖子、うん、チェッカーズ、松田聖子チェッカーズ、うん、あれのふるさとですね、あれのふるさとですね。これニューミュージックが他にいるでしょうか、陽水が、あれ筑豊グループですね、あれも筑豊グループ、ね、西川峰子、うん、井上陽水、塚公平という、ああ塚公平さんもそうですね、そう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 、ええ、それからかあのロックで言えば海君なんていうのは、あれは博多、博多ですね、あれ博多、あれは博多の真ん中、ええええ、いや、ええ、都会的な方ね、都会的な、うん、まあ、歌詞はそのためもたくさんいますけど、博多の方は、うんうん、でも全く違うでしょ、我が方ってのはおかしいけど、その北側はね、ええ、だいたいニューミュージック、ロックとかそういう系統の人が多いし、うん、で今度は聖子ちゃんが出てきたからね、僕は自分のセオリーが当てはまらないかなと思ったわけね、ええ、そしたら聖子ちゃんの歌作ってる松本隆さんっていう人と話してたらさ、ええ、全然あの普通のいわゆる歌謡曲演歌歌手と違うっていうのあの子ね、うん、なんかこう乾いちゃってるって、ね、あの私は泣いて振られてっていう感じで、田村さんで言うネチョネチョにならないっていうのは、彼女は何歌ってもみんなね、なんかちょっとこう乾いたとこがあってね、うん、逆に僕はいつも思うんだけどさ、あの、熊本の水前寺公園を境にしてね、違うんじゃないかと思うんだ、ほら歌手で言うとね、向こうが歌謡曲でしょ、ベターっと南側、はいはいはい、水前寺清子さん始まって、はいはい、鹿児島演歌ですね、演歌、うん、演歌よね、はい、ものすごく、それで割合なんていうかこう感情表現が、俺は惚れたとかさ、私は泣いたとかさ、ネチョネチョ、あのなんか、まあ、こっちから言うとちょっとこう恥ずかしげもなくっていうところあるじゃない、平気で感情表現しちゃうっていうと、でもいわゆるその神上がりっぽいの多いでしょ、先のことを言いたがる、先のことを言いたがったり、あるいはまたあの八代亜紀さんみたいな、なんかあの長い階段を登ってった神社の奥のなんか巫女さんの娘みたいな、うん、なんかあの人なんかもう土俗信仰のシャーマン娘って感じしますね、シャーマンの感じあるね、しますね、それはあるね、だってろうそくの明かりっきゅうのライトをポッと照らすと、あの人がパーッとこの金田一光一、あなんか金田一シリーズみたいによみがえるでしょ、うん、であらゆる怨念とかいうのを一瞬感じするじゃないですか、うん、なんかあの人見ると占い師って感じするんですよ、うん、目は猫目てみたいだし、うん、シャーマンの感じだね、確かにね、なんか ラテン系という感じがして、うん、俺もラテン系とは思うね、ね、ゲルマンとかケルトとか違うの、うん、やっぱ明らかに、だからなんでラテン系になったんだろうね、あの辺ね、あれは分かんないね、よくね、大陸伝ってきたのかな、うんうん、あれはあの民族の移動っつの俺考えたんだけど、うん、やっぱり土地にあれ気候風土が人間を育てるんじゃないと思うよ、おー、親切ですね、俺人その人間が気候風土を選んでるとしか思えようない、そうでしょ、うんうん、だから例えばベーリン海当たってずっと移動したっていうですね、うんうん、でカナダに住んでるやつもいらエスキモになったやつもいし、インディオになったやつもいたやつ、うんうん、あれどこで別れたかって言ったら、そこは嫌いだっただけの話だった、うんうん、ここに住もうとここがいいってやつ言って、いや俺は嫌だこんな寒いとこあって、うん、南に行ってインディアになってここがいいって、いや俺もっと南に行きたいってやつはインディオになったのやろ、うん、日本でもなんかそれはあってどん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 ってやっぱこうやって通過していったやつがいるんじゃないの、おう、そしたら我々はすぐ割とあの大あの人種の大移動で一番最初にもう決めて腰上げなかったここがいいここがいい行って行ってって日本で言うとやっぱりいろんなこう北と南から日本人って北みたいな感じでね、うん、そうだね、混じってるみたいな、ね、ずーんと来て、うん、で途中で交錯してお互いだし、九州の方のやつが東北行ってやっぱダメだと戻ってきたなんかして、うん、一応北と南に分かれて住んで、その両方に馴染めなかったやつがまた仲間から迫害されて、だんだんこう集まってきたのが名古屋だと思うんですね。でもね、名古屋っていうのは僕は本当にあれが日本だとは思うね。あれ日本なの、うん、だからあの日本をけなしたってさ、受けないけどさ、名古屋になるから他の人はああ俺じゃねえなんて思ってさ、うん、田村さんのやつ喜んで楽しんでるけどさ、てめえたちの日本人だよね、あれね、うん、でも明らかにあの九州でも変わるわけでしょ、うん、あの例えばちょっと都道府県変わりますけど、長崎のさだまさしとか、ね、あれは困ったもんですね、いやまずご批判を、あそこはだけど別格だね、ちょっとね、長崎その北南でパカッと分けるとね、長崎は残っちゃうの、じゃあ下っていきましょう、まず博多のこと話したでしょ、博多、はい、うん、次どこ行きましょうか、九州巡りましょう、九州巡る、やっぱりほら九州っつうと九州男児で一緒くたにされるよりはこれだけ違うっていうのを、九州生まれで育った我々から、うん、格のごとく他県のことは見てるんだ思ってるんだって言った方が、うん、かわいそうな県から行こうか、九州で2県、はいはい、宮崎佐賀、
これ宮崎の方が多少いいと思うんだけど、佐賀県に至っては本当あれ何なのかな、あの長崎県と福岡県の非武装地帯っていう感じですね。ベルリンの壁ここからここは一応軍隊入らないんですよ。ベルリンの壁のことを佐賀県というんだ。そんなひでえこと言っちゃ怒られました佐賀の人に。あの福岡っていう勢いのいいなんか跳ねくり回ってる県と、うん、長崎って片やあの佐田正氏を一人に長崎かなんか言ってるようなわわわわ言って喧嘩したい喧嘩したいいかんいかんっつって佐賀県作ったみたいな感じがするんだよね。いやおしんおしんでね、いわゆる佐賀県里帰りしたおしんさん、佐賀県に里帰りしたおしんさんがいじめられて、それであの佐賀県の人からいっぱい投書来ましたよね。あれ面白い、博多の人間はやっぱそうかっていう確認したっていうね、あれみんな酔ったでしょあれ。そうやっぱそうやと思った、おしんがなんかあると思ったら里が佐賀じゃったっていうね。どなんかなしかめするかわからんですよ。そりゃ女は苦労する佐賀行け。そうそう、ああいう方しますね。お前らどこの大学行ったんだって言ってくるよ佐賀県は。だけど二人についてはあそこの人作ったんだろあれ。だって早稲田をお作りになった大隈さんでさえもボロクソ言ってあるんですよ、うん、佐賀のこと。そうですよ、東京に出てきてからね、うん、つまりその葉隠れをガキの時からもう叩き込まれてね、うん、男子としての心根を全部こう引き抜いてしまう、うん、でその藩の管理下に入れてしまうみたいなとこだったと、うん、だから、うん、愛してないみたいなことは書いてあった大隈日記かなんか言ってらっしゃいますよ。はあ、それは佐賀県の人ちゃんと知っとくべきだな。先生、葉隠れだから芸能人出ないんだよきっと。もうそういうことじゃいかんなんて思ってさ、あそこの宮崎もおとなしいありには証拠たくましいのね、うん、宮崎延岡って人がここで移動動物園が来てコブラ3匹逃がしたんですよね。ちっちゃな町でコブラがどこ行ったか分かんない、大騒動してるわけですよ、で結局まあ1匹は死体で結局1匹はまあ生きてないだろうってことがあって2匹は見つかったのに、全国的に有名になってわーわーわー騒いでる途中に宮崎にあの延岡に行った友達なんです聞くと駅にちゃんとコブラまんじゅうってのはできてた。我が町の不幸をもう商売にしようですコブラまんじゅうってどんなまんじゅうなんですか。長崎はまたちょっと違う、ね、これ長崎はちょっと九州でも違いますね。違うね、あそこだけそういうところないような県だね、で、あのフードとサダムサシって結びつかないでしょ、大体。いや、でもね、俺、サダ君の発言を聞いてね、この間ちょっと話したんですけどね、すごい面白かったのはね、あの子はね、24歳の若さの時に、長崎の丘の上にサダ家の墓ってのを一族を代表して買うんですよね。サダムサシ先生がですか。で、そのことをやっぱり彼は、やっぱりきちんと誇りを持って語るわけですよね。それでその、それは墓買ってよかったねと褒めてあげたらば、その、いや、場所を聞いてほしいと。だからあそこ土地が狭いでしょ、こういう湾の内側でしかも両脇から亀山とかいろいろあってこう山がそそってますから、ね、平野部ないね、平野部ないですから、ですからその山の一番上に墓を建てるってことがやっぱ悲願なんです。へえ、それをねやっぱりあの若い彼がこうとっそっそ言うわけですよ。でその言い方非常にこうあたかもなんかね、仲いいんだってね。私よくない。いや、僕は誰とでも付き合う明るい男ですよ。イメージが切り橋先生ですから。商売敵でも笑いますもん、私は。そげな人間です、私は。恋しい長いですよ。私はこげなくでしょ。もう私は車の中で何か言ってたりしてね、それ終わったらね。父のお袋の名言はっ、これがですね、こげな風ですけんって、ね、複雑な形容詞だね、あれ、俺よくね、友達とみんなで天ぷらをね、こうやって俺天ぷら作るのが好きで、こう天ぷらを作ってやった時にふっと思われて、博多人商売ごっこってのを始めたの。でも喋るだな、博多の店っつうのは、これ作りながらもう聞きもしないことを喋るんですよ。で必ずその間に出てくるのはもう私は焦げなふでしょうが、もう商売なんか全然できませんと、もう人と話すのも嫌です、どれだけ喋りゃいいんだこの野郎と思って。内側の熊本は、いかがですか。この前県知事に会ってちょっと話したけども、やっぱり苦労しておられた。県民の、言葉には出さなかったけど、はじはじにね、県民をまとめていく苦労がね。この県民がこげなふでしょうが、こげなふでしょうが、私がどげなふかわからんのに。自己主張が強いんですよ、熊本っていうのは。それで俺一番信じられなかったのは、中学校の時熊本出身のやつが来たわけ。でこれが言うことが俺今でも腹立つんだけどね、九州の中心は熊本って、あれ言いますね、何九州の中心はなんで熊本かって、郵政省も熊本にある、NHK の総局は熊本だって、今はなんか福岡に移ったらしいですけどね、
それをね中心に言う、うん、こんなもの誇ったってどうするかって、それをね強く自己主張するんですね。ただあそこ何もないからでもあるんだろうね、うん、大分はどうですか。大分は南こうせつさん、小手川優子、小手川優子、うん、大分はねユニーク、滑って転んで大分県中子供の頃あのバカにしてたけどねすごいバラベ歌がありましたねあれね滑って転んで大分県やてでもあそこあの小藩文化の影響みたいな感じません。小藩って言ったちっちゃな藩に昔別れてたから、ああそうそうそう、足の引っ張り役は割と、うん、そうそうそう、コマコマコマっとしてる、うん、それで全体的にあの県民の意識すな、ほわっとした遊び好きの、仕事しないのね、うんうんうん、俺大分で働いて俺も仕事しないけども俺の3倍ぐらい仕事しないの、うん、ほんで何をやるかと釣りばっかり、うん、で釣りも汚い釣り方するの大分のばっかりっつって魚を騙すようなね老人と海みたいにこう一騎打ちって感じじゃないよね、こっちが逃げといて私は釣りなんかしてませんよ、これ餌じゃないもん、あんたにやったとですって言いながら魚がこうクイクイ塗ってほらみのこのバカが騙されてるってそういうのは釣りの仕方やるのよ。だって魚もねその老人の海みたいにねあっちたりこっちたりしないわけよ、あそこほらピタッと水が止まってんじゃない、うん、だからあの住んでんだよ魚ね、あもうね1週間か1ヶ月がかりぐらいで魚つってあのあそこおるなっつってね、どうやって1ヶ月がかりで騙そうかなって、タモさんの今言う通りよね、わしは知らんっていう顔してギャッとこうやってやるの、そうそう、ね、あとは鹿児島、九州男児ってのは鹿児島のことなんだよね、あの世間が思ってるのは、ね、でだから大体そう今日だってそう3人集まってるのはあれと一緒にされちゃかなわんっていう感じはあるね僕はね。でもあそこはあの、うん、コンサートで行きますけど、うん、人間の顔が一変するんですよね、うん、あ人間の顔が違うんですよ、やっぱあれは人種は違うね、はっきりね鹿児島って分かるんですよね、うん、あの西郷さんと典型的な鹿児島の顔で典型的ですね、うん、それとねもう一個ね俺もねこれは面白いなと思ったのはね、あの城山の近くの公園で見かけたんだけど、弱い70ぐらいのじいちゃんが5つか6つぐらいの子供を怒ってるわけですね、うん、ものすごい怒り方するんですよ70歳ぐらいのじいさんが、うん、なんで怒ってるのかって言ったら弱い者いじめしたっつって怒ってるんですよ。その時にね、うん、つまり普通子供の喧嘩ってまあまあ余裕を持って叱るじゃないですか、うんうんうん、そのじいさんがもう手打ちにせんばかりの勢いで孫を怒ってる、うんうん、その時にやっぱほら例の武士道とは言わないけどその薩摩隼人のね、うん、あの奇怪なる伝統、つまり卑怯なこと男らしくないことが、うんうん、もう最大の恥なんだみたいなことをね、うんうん、こう頭の中思い描いたんですよ、うん、俺たち卑怯だったよ、だって卑怯だって、うん、卑怯でも面白かったら笑ったでしょ俺ら、うん、だからあのはっきり言うと鹿児島ってのは悲劇的人間が多いんじゃないですか生き方が、うん、福岡の方っては喜劇的っていうか動物的っていうか、うん、だからこうやってこうすり抜けて、うん、こうかわしながら生きていくっていうのは、うん、で九州はこうダーッと九州は鹿児島は正面からぶつかったりなんかするんじゃないかな、うん、悔しいと思いませんか、タモリさんと考え方違うだろうけど、何が明治維新の時、明治維新が何で、ほとんど出てないのね、そう裕福な黒田藩は、隣の長州は大騒動、うん、下から薩摩もね結託して、うん、佐賀が結構活躍したしね、佐賀もねこっそり活躍してるのに、ね、うん、博多はね月形千蔵っつってちょっとね、うん、ちょっと名の知れた人が一人いて、でも、うん、さっさと藩内で殺されてるでしょあの人、うん、変わったこと言けん殺しとかないかだから武士の町じゃないからじゃない、いやだからそれ悔しい、あなたは、まあ、海援隊やったりしてな、大体最初は海援隊で坂本龍馬やりたがるから、うん、悔しいんだろうね、僕はねそれがあの自慢みたいな気がするんだけどね、 あいつらみたいに天下国家っつってね、依然として九州男児ったら鹿児島が代表しちゃうわけ、いくらここで何時間あがいたってさ、あの北側の人間はまあ軟弱なのよね、で それは僕はいいなと思うんだよ、一人ね変なのがいるんだよ、あの福沢諭吉っていうのがいるわけですよ、あれも北の産物ですよ、そうですそうです、でそういうねこうやってやってるのはね不愉快でしょうがなかったからね、あれね、あだから、そうですね、だから封建思想は親の敵だっつってさ、あの人はもう弱いっていう、自分が弱いっていうその、あれに開き直った人だと思うのね、与野党殺になったけどさ、でも考えてみたらその佐賀県と大分県で、ね、うん、2つの有名な私立大学は東京にできたんですね、まあ、それで、だからこうやってよその自分の同じさ九州なら九州をこうやってけなしてめちゃめちゃけなしてんだから、やっぱりバラバラだから前なりになるわけだよね、九州弁なんてのはそうですね、でもして商売にならないんじゃない、九州弁を普及させようなんて思ったやつはいないじゃないですか、いないんじゃないよね、うん、うん、
とか その代わりね、東京に出てきてさ、あまりコンプレックスってのはないんじゃない？つまりほら、普通は田村さんがからかったりさ、する地方もあったり、それからそのどっかの方言売り物にしてるで芸やる人いるでしょ、九州弁でを芸にする人っていないでしょ、あんまり。だから芸にするっていうのは裏返して言えば、過去一人レコードにした人いましたけどね。誰ですか？あんな人いる？あ、いたね。どっかいたね。あれは非常に珍しい現象だね、あれね。うん。うん、大体はいないよね。大体いないですね。ね、うん。うん。標準語、東京の言葉に馴染みやすいのかね。うん。なまってますって。なまってます。絶対標準語喋ってるんで、博多県人同士が聞きゃ分かる。分かる。ピーンとくる。あ、それは分かるね。これは博多のやつだ。うん、まず第一の特徴、話す最初にあのですねって語尾が異様に上がる。上がる。あのですね、僕はですね。あのですねって公式な責務になればなるほど使う。ありますね。大体の硬い商談の話とか、ええ、あ、それであの、あのですね。必ずこれは、あ、博多人ね。博多にはあの標準語に値する形容詞がないでしょ。涙ボロボロって言わんかったでしょ。涙ボロボロとは言わない。でもあのボロボロと言っても発音が違うでしょ、うん、俺が悔しゅして涙がボロボロ出た、うんうん、それからうちの袋が言ってたのは悔しゅして悔しゅして私は涙がガラガラ出たよって言うんですよね。あ、このね、このまま好きなんですよ、うんうん、城壁が崩れる擬音みたいでしょ。 ある感情の城壁があって、うん、それがこう咳を切って出てきた、うん、石が落ちるように涙がガラガラ流れた、うん、ガラガラって言わんですか、博多で。いや、ガラガラとは俺が万引きと間違えられてさ、近寄ったらよかばって悔しゅして俺は筑紫の書でガラガラ泣いたっていう意味じゃないんだこのふるさとに錦を飾るも筆頭にして、うん、そういうなんかある標準語で持ってる出世の褒めフレーズがありますよね、うん、そういうのを言われると極端にもう顔背けて嫌がるでしょ、うん、そのよく言えばさ、その鹿児島に代表される九州男児に比べてはやっぱはにかみがあるんじゃないの、うん、ね、はにかみの裏返しだと思うよ、うん、あの私悪口言ったりさ、だからあの東北型の人間は東京に出てくる時、うん、決意をして出てくるんですね、うんうん、で一旦東京で挫折したものを再び東北っていうのは故郷に迎え入れないんですね、うんうん、ね、話したことあったね、話したことあった、ね、で福岡っていうのはあれ、うん、塚越さんが言ったのか、うん、一番捨てやすい故郷である、うん、パッと捨てて出てくるんです。それで逆にまた戻りやすいんですよ。戻りやすい。失敗して戻ったら頭一つ叩かれて、うん、またこいつが失敗しやがって、うん、飲もうっつって、その一言でわっとこう元に戻れるってとか。そういうのありますね。だから多分成功したって褒める。俺が待ち戻った。俺は長い夢ば見た。戻ったね、正気に。森田って、俺たちの森田じゃねってなるから。あの妙にあの、うん、何年の歴史上知らないけど、うん、あの落ちうどを妙に可愛がるって言いますかね。かね、成功者をその代わりそうそう、ボロクソに言うという、うん、だから自分の先祖がみんな落ちうどだっていうのは、あれは落ちうどであることは光栄なんだな、多分、ね、そうなんでしょうね、うんうんうん、関東地区もしくはその都のあるポイントで失敗してここまで来たってことが大事なことなんですね、うん、そういうふうに言ったら、だから成功したっていうことじゃなくて、うん、失敗したってことをことさら強調するんですよ、うんうん、食い詰めたっていうのは決してその恥じゃない、うんうん、話が予約さ最初と最後で結論が出た。いくら嘘ついても綺麗に最後はまとめますからね。見事でしょ。どうも皆さんお疲れ様でした。坂の方すいませんでした。